I wake up in the morning in this great blue state. Golden fingers caress my face, slips through the window on a silky breeze. A dreamer's land to plant some seeds. She's my believer, healing all my doubts. A lighted mirror reflecting out every true potential. A bedrock belief in elaborate plot to set this bird free. From every element of fate, every color there's attached, she paints pictures blue and green, and I release them to the sea. For the ancient memories, just as fleeting as a breeze, she paints pictures blue and green, and I release them to the sea. How we lay in the sunset, white caught in June, her body sings, and I join the tune. All the sirens calling, crows leave their trees, but a peace pervades us, and the dreamers dream. From every element of fate, every color that's attached, she paints pictures blue and green, and I release them to the sea. For the ancient memories, just as fleeting as a breeze, she paints pictures blue and green, and I release them to the sea. お疲れ様です。いやどうでした？昨日のリンコめっちゃ良かったね。やばった、やばいね。てかあれはやばい、マジで。ウェブプールより全然いいよね。だって何秒間乗れた？少なくても40秒間は乗れてた。乗れるよね。聞いててよ。バレルもあるし、エアのセクションもあるし、ほんと練習だろ。おとといめっちゃ霧すごい時に、あ、入った。そう、やばい。俺実は10秒チューブ入ったりました。ガチガチ、これガチで。しかもその海にさ、ミックファニングと誰やっけ、あ、誰、コナやったっけ、コナーコフィー、コナーコフィーやったっけ、おったな。やばい、こっちはほんまにやばい。波もやばいし、人もやばいし、みんないい人やしな。あ、ほんといい人。じゃあ俺はどんなことを意識した方がいいと思う、今のとこ。やっとボトムターンの伸びが、うん、日本からこっちに来て、うんうん、ようやく変わり始めたから、そこもっとそこを意識してやれば。行っちゃっていいですか？うん、絶対。カリフォルニアスタイルなってきてますか？なってます。カリフォルニアのね、マジでオールドスクールな感じっていう、ちょっと意味分からへんけど、なんかそんな感じの、うわめっちゃ偉い、なんかね、やばい、こうスローな感じやけど、もうデーンみたいな感じ。ああいうサーフィンマジ好きっす。ああいうのやりたいね。ああいうの見たやろ、俺がやってんの。なあ、でもね、YouTube 見てる人ね、うん、最初のカリフォルニアエピソード1から今回の見てくれたら絶対違い分かるから。
まあまあ要するにね、デーンみたいなサーフィンをしたいっていうことですよね。でも生でデーン見たらマジでデーンのファンになる。やばってよね、優しいしな。超優しい。いや、こっちの人みんなアルメリック使ってるの分かるもん。なあ、なんかもうみんなほんまデーンが好きでアルメリック乗ってるって感じやね。俺もデーンにちょっとハマってます今。あのサーフィンしたいな、マジで。まあちょっとずつね、俺がデーンに近づいていく様をね、見れるからね。どうも。そうだね。そうだね、じゃあ適当だろ、てめえ。でもマジでサーフィン変わってってるから、うん、マジっすか。もうやばい、見てほしい。撮ってても分かるもん。マジ結構スピード感とかね、まあまあ内容は教えれないんですけど、結構いろいろ意識したりとか、コーチングも受けてやってるんで、結構良くなってるよね、マジで。ちょっとずつね、上手くなって、あと2ヶ月ぐらいか、ちょうど。そうやね、2ヶ月、まあ1ヶ月4、1ヶ月と20日ぐらいなんですけど、もうね、やばいほど上手になって帰るんで、ちょっとまあ、見とってください。まあそんな感じで、夕方はシーストリート？シーストリートだね。シーストリートも結構でかいんで、スレル、まあちっちゃいスレルなんですけど入ってるんで、多分でかいと思う。頭半ダブル、まあギリ頭半ぐらいか、みんなぐらいなんですけど、結構でかいの来てると思うんで、これからなんか切り入る予報やけど、いけるっしょ。まあ多分取れると思うんで、もうすぐね、ヒゲも剃ります。これは生やします。じゃあ夕方、そろそろ手も疲れてきたし、夕方行きますか。行ってみましょう。行きましょう。ほな、まだバイバーイ。バイバーイ。